愛想が悪い。愛想がない。ぶあいそう。ぶあいそうな人。愛想がない人。愛想が悪い男。ぶあいそうな女性。山本さんは愛想が悪いが仕事はできる。山本さんは愛想が悪いが仕事はできる。受付は私たちに愛想がありませんでした。受付は私たちに愛想がありませんでした。客室乗務員の口調は不愛想なものだった。客室乗務員の口調は不愛想なものだった。田中さんはまっすぐで、不愛想で、遠慮がなかった。田中さんはまっすぐで、不愛想で、遠慮がなかった。